伝統的なフィンランドのファールン赤ログハウス。ファールン赤は、スウェーデン、フィンランド、およびエストニアにおける木製コテジ及びナヤで、一般的に使われる、浸透性赤色顔料である。ファールンでは、数百年に及ぶ、採掘の後、残留物の大きな山が、鉱山の周辺で地上に堆積した。16世紀になると、鉱山の交際や精錬所のスラブが降下して、 銅、石灰石、計算、亜鉛などを多く含む赤い色のおでいが作られるようになった。これを数時間加熱し、アマニューやライム2個と混ぜると、対抗性に優れた塗料になることが分かった。17世紀には、上流階級が建てた赤レンガのファサードを模して、木造の建物にファールー赤が塗られるようになった。スウェーデンの都市部では、19世紀初頭まで、 木造の建物にファールの赤が塗られていましたが、当局がファールの赤の使用に反対するようになりました。19世紀になると、スウェーデンの田舎では、貧しい農家や小作人が家を塗るようになり、ファールの赤の人気が復活した。今でも田舎ではファールの赤が広く使われている。フィンランド語で、牧歌的な家と生活を指す、赤いコテジとジャガイモ畑という表現があるが、 これはファールに赤で塗られたい中の家のことを指している。混ぜて煮込んだ後のファールに赤この塗料は水、ライムギコ、アマニ油、計算時を酸化鉄、銅化合物、亜鉛で構成されている。古くなるとバインダーが劣化して色の粒子がバラバラになるが、再塗装の前にブラシがけするだけで十分なので修復は容易である。実際の色は酸化物の焦げ具合によって異なり、 黒に近いものから明るく淡い赤まで様々である。時代によって流行した赤の色調も異なる。ありがとうございます。